れを。この方がメディナ殿のご先祖様。ああ、きっとそうだ。よかった。やっと見つけてくれた。早く、あの子を。また声が。おそらくは、その宝石に残る記憶が彼女のフラクトライトに反応しておるのじゃろう。やはりこの体は紛れもなく五代目当主のものじゃ。メディナさんによく似ているわね。ああ。迷っておるのか？当然だよ。いざとなると、いくらご先祖様がそれを望んだからといって、この人だってアドミニストレーターの実験台になって自分の人生を奪われてしまった一人なんだ。ですが、お前は彼女の声を聞き、メディナ殿を助ける使命を受けたのでしょう。ああ、やっぱり俺は。そうだね。ご先祖様の思いに応えることができるのもキリト君だけだよ。お前は私に自分の意思で決断することの大切さを教えてくれた。このお方の意思がもう決まっている以上、お前も自分の意思で決めればいい。キリトは何を望みますか？アスナ、アリス、俺はメディナを助けたい。メディナは大切な友達だから。ではもう思いは決まっているではないですか。ああ、あとはどうやってこの体にメディナの剣に残ったフラクトライトを上書きするかだ。言っておくが、そう甘くはないぞ。カーディナル、これは単なる魂の複製作業ではない。崩壊寸前のフラクトライトを新たなフラクトライトに上書きし人体に接続することはどんな手段をもってしても不可能じゃ。でも何か策があるんだろう。うむ、メディナの壊れかけた魂を先祖の体に接続するには、お主とメディナの記憶によるつながりを得た剣を媒介にした接続作業、それが必要となるじゃろう。剣を媒介に。まずは五代目当主の記憶が残った宝石とメディナの剣に残る崩壊仕掛けのフラクトライトを融合する。そしてその剣で先祖の体を貫き接続を行う。その上でメディナの自己意識を回復させればメディナの魂を復活させることができるかもしれん。ただそこには大きな危険がある。そうだろう。確かにその工程で体とメディナのフラクトライトとの接続は可能になるだろう。だが接続した途端にメディナとご先祖様二人の魂が同じ体に共存することになるんだ。それに耐えきれずフラクトライトが崩壊してしまうこともありえるよな。もちろんお前の懸念はもっともじゃ。じゃがメディナの肉体が生きておらず記憶すらほとんどない剣という媒体に姿を変えている以上、他の接続方法はない。その上この方法すらも確実ではない。何せ蘇る魂がメディナかそれとも五代目当主かもわからぬのじゃからな。ああ、それに状態がいいのはご先祖様のフラクトライトの方だ。うむ、ゆえにその事象を上書きするために必要なのは真意の力じゃ。真意の力？メディナの意識を回復し壊れかけの魂を修復してこの五代目当主の肉体に移すためには、お主が持つメディナの記憶、そして宝石に残る五代目当主とオルティナノスケ先祖代々の思いが重なることが必要じゃ。キリトの意識を回復した時と同じ、必要なのは思いの強さということですか？そしていかに思いが強かろうと、魂がほぼ崩壊している以上復活の可能性は低い。また長らく放置された五代目当主の魂が蘇るとも限らん。失敗すればここに残されるのは娘の死体のみかもしれん。どうする？それでもお主はこの娘を剣で貫きメディナの魂を注ぎ入れることを選ぶか？決まってるよ。俺はメディナとこれまで築いた絆と
メディナのことを思うご先祖様の気持ちを信じたい。さっき語りかけてきた優しい声、あの人は心からメディナを助けたいと願っていた。俺はメディナとオルティナノスケの真意の担い手だ。その役目を果たす。うむ、それでは宝石と剣をわしの前に出せ。ああ、行くぞ。ありがとう、カーディナル。健闘を祈るぞ、キリト。どうかメディナ殿を助けてあげてください。私は彼女から学んだことが多くありました。それに彼女とは話したいことがいろいろとあるのです。キリト君なら大丈夫。最後までメディナさんと戦ったんだもの。私、キリトさんのこと信じてます。あんたならやっちゃいそうな気がするわ。どんなことも乗り越えてきたもんね。お兄ちゃん頑張って、絶対大丈夫だから。あんたって大体最後には美味しいところ持ってくでしょ。きっとうまくいくわ。キリト、メディナは僕にとっても大切な友達だ。君は僕のことずっと引っ張ってきてくれた。メディナの手をもう一度取ることだってできるよ。みんなありがとう。さあ、早く彼女の魂を私の中に。あなたの思い確かに受け取ったよ。どうか見守っていてくれ。メディナ、君は強い思いで俺を守ってくれた。でも思いなら負けないぜ。俺たちはもう一度君に会いたい。記憶の中だけじゃなく、この世界で再び咲いてくれ。永久に燃え続けるリコリスの花のように。リコリスの花。胸の傷口から花が。それに剣が体に吸い込まれている。紛れもなくメディナ殿です。うむ、じゃがまだ確証はない。どういうことだ。姿形は確かにメディナじゃ。しかしそれはキリトや先祖の真意が作用したがゆえの幻影かもしれん。幻影。つまりは五代目当主殿の魂が蘇った可能性もある、そういうことですか。うむ、あの崩壊の仕様では再びフラクトライトが息を吹き返すことは難しいからな。すまぬ、厳しいことは言いたくないが、可能性について話しておく必要があったのじゃ。分かってるよカーディナル。ともかく目覚めてもらわなければ分からないな。キリトさん。メディナ、メディナ。よかった、意識が戻ったんだ。あなた誰。あなた、ここはどこ。私は一体。俺のこと覚えてないのか。フラクトライトは記憶領域まで激しい破損状態にあった。やはり記憶の回復は不可能であったか。そんな、なおさら蘇ったのがメディナなのかご先祖様なのかわからない。でもどちらだったとしても、俺はまた大切な友達として思い出を作っていくだけだ。おい。え？3秒以内にその手を離せ。貴様、会ったばかりの人間に慣れ慣れしく触るなどどういうつもりだ。3、2。間違いない、メディナよ。
一体なんだ。そうですね、この工場はメディナ殿以外にありえません。よかった、メディナさん本当に戻ってきてくれたのね。お前たちは一体誰なんだ。メディナとは私のことか。それ以前に私はなぜここに。怖かった。キリトさんの剣が入っていくとき私ドキドキして心臓が止まるかと。メディナさん無事でよかったよ。メディナ大丈夫？痛いところはない？どこも痛くなんかない。なぜそんなことを聞く。だってさっきからずっと。なんで涙が。